プレイステーション5を買うために宅配便の仕事始めました。ああ、配達してたら夜になっちゃったよ。このアパートが今回の最後の届け先だ。5つの段ボールを届ければ、今日は終わることができる。さっさとこの荷物を届けて帰ろう。それにしても、配達業がこんなに過酷とは思わなかった。時間指定してるのに家にいない奴多すぎだろ。刺身にタンポポ乗せる仕事の方が良かったかな。やっぱり、仕事は、ちゃんと見極めてから選ばないと。最後の宅配は、全部マンションのものだべ。さっさと、宅配ボックスにでも全部突っ込んで帰りましょうか。このタイプはまさか、古すぎて宅配ボックスが存在しないやつなのでは。こういう団地みたいな場所嫌なんだよね。エレベーターなかったりするし、幸いにも、ここはエレベーターがあるみたいだね。この荷物は、2階だからエレベーター使わなくてもいいかな。まさかとは思うけど、このエレベーター故障してないよね。階段で最上階まで上がるのは嫌だよ。ちゃんと動いてるな。よしよし。ここは202号室。206は一番奥かな。そういえば、建物は結構古そうなのに、インターホンは新しいべ。だいたい、こういう古い団地みたいなのって、こんな感じだよね。それにしても、ここの周辺かなり静かだね。静かすぎて逆に怖いわ。ここが206号室だね。さすがに、この時間帯だと人はいると思うけど。さてと、ご在宅かな？反応がないな。もしかして留守？とりあえず、もう一回押してみる。もしかしたら聞こえなかったかもしれないからね。ダメ元の3回目。宅配に来たのに人いねえじゃん。せっかく、持ってきたのにまたトラックに戻らないといけないわけ。窓から覗いても電気ついてないから、仕事に行ってるのかな？いるじゃねえか。はじめのチャイムで対応しろや。どうもこんばんは、白猫ヤマトです。お届け物です。サインお願いします。こいつ酔っ払ってんのか？はぁ、あ、来るのが遅い。ちょろいな。あいつと同じかよ。二度と、その顔を、俺にさらすな。それ拾っとけよ。何を拾っておくの？面白いやつだな。気に入った。殺すのは最後にしてやる。なんてやつだ。こっちだって仕事で来てんのに。ああ、最高だね。次お前宛ての荷物持ってくるときに玄関に投げ捨てといてやるよ。次のお荷物は502号室だべ。荷物がいっぱいあるんだから、団地の駐車場にでもトラック置けばいいのに。この時間、台に車が止まってないから置いても大丈夫でしょ。さすがに、5階は、階段から行くのはめんどくさいから、エレベーター使おう。ああ、団地特有の狭いエレベーターだ。私は、なんともないけど、平常恐怖症の人とかは乗れないやつだべ。これ毎回、律儀にインターホン鳴らしてるけどさ、扉をノックすることもできるんだよね。珍しくワンチャイムに出てきたよ。猫ちゃんだ。猫ちゃんかわいい。宅配便ですよ。あ、そうだこれ。はいどうぞ。404号室の人にもらったんだけど。はぁ、帰りたい。毒とかは言ってたら怖いし。このアパート、ペット禁止なのに。猫飼ってることバレたら、どうすんのって話よね。お笑いですね。ほんと迷惑。最低。なあ、せっかくだから遠慮しとく。いや、私にキャットフードを渡されても。というか、缶詰なんだから、毒とかは入ってないでしょ。腐ってる可能性は、あるかもしれないけど。というか、猫も飼ってないのにキャットフードもらって、どうすんのよ。キャットフードって、あんまり美味しくないみたいだけどさ。もしかしたら、あいつなら食べるかもしれない。毛も耳ついてるし、もらうなら、ドッグフードの方が良かったかな。そっちの方が、結構美味しいらしいし。おや、あれはもしや、野生の猫ちゃんではないか。持って帰るぐらいだったら、この猫ちゃんにあげちゃおう。美味しく食べてるね。双子と。次は、401号室の荷物だね。だいぶ小さめ。どうやら、猫ちゃんは、缶詰食べて、どっか行っちゃったみたい。さっき、あそこに人なんていたっけ？
もしかしたら騒いでた奴の声を聞いて出てきたのかもしれないね。これは、確かあいつが投げたペットボトル。まったく、ゴミのポイ捨てとはけしからんな。さっきの人がいなくなってる。私が見たのは幻覚？夢？ちょっと。4階に行く途中の階段がゴミがあって塞がれてるじゃん。ゴミは、ちゃんと、ゴミ捨て場に置いときなさいよ。ちょっとね！そう、エレベーターの前にまでゴミが散乱してるし、これは5階から降りていかないとダメっぽいな。ちゃんと掃除ぐらいしときなさいよね。こんばんは、白猫ヤマトです。お届け物です。怖い。何言ってんのこの人。僕も同じに見えますか？意味不明。怖くないですか？まるで意味がわからんぞ。このアパート。僕も、この中の一人になってます？知らんがな。気にしないで。その口も閉じとけ。忘れてください。いや違う。日常会話しに来たわけじゃないんだよ。なんですか？ああ。何か嫌な予感がする。彼のことできたわけではない？誰だよ。ああ、なるほどなるほど。その荷物ですよね。でも、その荷物は信用できるかわからない。あなたも、妻子と話してきてください。妻子と話してくるまで、その荷物を受け取ることはできません。妻子は105号室にいるはずです。マジで何なんだ？ここのアパートにいる住人は、なんで荷物受け取るだけなのに、いちいち、その妻子って人に確認取らないといけないんだ。この団地には、こんな奴が住んでいるのか？手間かけさせやがって。開けろ、FBI だ。すんなり開けてきたな。一瞬もろ出し状態かと思っちゃった。おっと、頼むよ。気をつけてくれ。14階のブレバンズさんにデリバリーだ。はん。ミチルに言われてきたのか？はい。俺はこの辺の妻子だ。これ以上のことは言わない。黙ってろ、このおかま野郎。ベラベラ喋りやがって。ああ、それだろ。その荷物は呪われている。供養をする必要があるね。だが、その前に必要なものがある。わかるだろ？ファブリーズとかですか？今ちょっと持ってないんですけど。金？金だよ、金。そんなこと言われても、今現金持ってないんだけど、私が代わりに供養してあげようか？びっくりするほど、ユートピアって言うんだけど。供養するには金が必要だ。実は、このペットボトルの水、1年に1リットルしか取れない貴重なものなんですよ。買いませんか？しょうがない。ミチルちゃんに、お金をせびりに行こうか。妻子と話してきた。話してやった。直接？あれは嘘だ。マジで言ってます？運がいいですね。僕はインターホン越しに話したのに。ああいうのをクソ野郎って言うの？それでお金が必要だと？もちろん払います。妻子が言うことは絶対です。間違いない。違いない。これも持って行ってください。必ず渡してください。すぐに。待たせるなんて申し訳ない。お前がやれ。1000円もらっちゃった。除霊も格安でできるようになったんだね。野口パワーで除霊してもらおう。よこしてみろ。くたばれくそったるが。いや、ちょっと待った。なんだか。その気になっていたお前の姿はお笑いだったぜ。舐めてんのか？どいつもこいつも。ミチルは
これで足りると思ったのか？知らんな。1000円あればファブリーズくらい買えるでしょ。足りるわけねえだろ。それを脅してんの？ミチルにもっと金出させてこい。ガタガタ言うな、クソ野郎。なんですか？あいつめちゃめちゃ切れてたぞ。足りなかった。50出しな。さ、妻子、僕を許してください。I forgive you, my son. But my Tommy gun don't. これで足りるといいんですが、今月分はこれが全てです。もう1円もない。ちょっとジャンプしてみろよ。親にも、もっとお金を頼まないと。諭吉をゲットした。足りるわけねえだろ、このバカチン。いや、ちょっと待った。まあいいだろう。しゃあねえな。ギリギリだかな。まったくお笑いだ。今回はミチルを許してやる。頭のいかれたおじいちゃんの相手をするのも大変だね。供養を始めるか。ふう。終わったぞ。早いよ。さあ出て行け。今ので供養終わりかよ。竜が如くで出てきた無難鳥鈴木並みに怪しいな。妻子、僕をお許しください。さっさとその荷物を渡してください。出て行ってください。てめえを殺してやる、野郎ぶっ殺してやる。